エメリア共和国国旗、エメリア共和国は、バンダイナムコゲームスの XBOX360 用、フライトシューティングゲーム、ACE コンバット6開放への戦果に登場する、架空の国家。エメリア共和国は、エースコンバットシリーズのストレンジリアル世界に、存在する国家の一つである。 エースコンバット6において、主人公のタリズマンが所属する国家で、エストバキア連邦の侵略に反抗する。アネア大陸の中部から海峡を挟んで、大陸西方のケセド島までの西部を領土とする、共和制国家である。東は、エストバキア連邦と国境を接し、北西は、ノルデンナビク王国と接する。北は、北極海、南は、フォスカム海。 ケセド島の西は、ユージア洋に面する。アネア大陸に存在する参加国の中で、最も国土面積の広い国家である。人口は2013年時点で1億1000万人。高い経済力を有する、豊かな国で、軍事的にも、世界有数の能力を誇る。中世時代におけるエメリアは、王政国家だった。古来より、グレースメリアは、 恵まれた土地であり、土地の支配権をめぐって、複数の諸侯が争いを繰り広げていた。そのため、グレースメリアは後輩し治安は悪化。王権は失墜した。神者外国からも侵略を受け、エメリア王国は危機的状況に陥った。この状況へ対処したのが、英雄王アウレリウス二世である。味方の指揮工場を目的に、アウレリウス二世は、 姉やアア大陸に伝わる古代神話に登場する戦神の金色の巨人をモチーフにした金色の王様像を作らせた。この王様像を用した舞台は上昇を誇り、次第に敵は王様像を見るだけで繊維を喪失し、戦わずして敵を下すことも増えていった。最終局面ではアウレリウス2世が自らエメリアの諸侯たちを説得して、 国内を治めることによって、諸外国の付け入る隙を封じ、争いに終止符を打ったという。時期は不明ではあるが、エメリアは、共和制に移行した。共和制移行の際の新国家樹立宣言の際には、アウレリウス2世の逸話が引き合いに出されている。共和制への移行に伴い、エメリアはグレースメリアへ遷都した。1999年に地球に落着し各地に、 大きな被害をもたらした小惑星ユリシーズだがアネア大陸の諸国はその落着の可能性の浮上が遅れたことからユージア大陸のストーンヘンジのような迎撃策を取ることができずにいたアネア大陸諸国では国際天文学連合とストーンヘンジを擁するエフシットに対する不満の声が高まりを見せ大規模なデモに発展しつつあったこの状況下において 旧王族であり、アウレリウス2世の末裔にあたるアルベルト・ローレンス卿は、グレースメリア城の地下をはじめとする各所に避難民、収容用のシェルターを設置することを提案する。これをエメリア政府は全面的に支援し、保有する航空機や船舶を用いた人員輸送、人道的な国際機関などへの要員派遣を行うことを表明。各国もこれに習い。 国連加盟国だけで約160カ所のシェルターが設置されることとなる。特にグレースメリア市内には16カ所のシェルターが設置され、その収容規模は合計で約20万人に達する。この数字はオーシア連邦の首都オーレッドに次ぐものとなっている。ユリシーズの破片は主に東のエストバキア連邦に落着し大きな被害を出すこととなる。これと対照的に エメリア共和国では、自国内の被害は小さかったことから、2000年からエストバキアに対するユリシーズ復興援助政策を開始した。しかしその後、エストバキア国内での軍閥間の争いが激化し、エメリア政府は援助政策を一時的に凍結した。2007年4月、エストバキア国内でリエース派統一戦線が、旧政府に代わり旧首都を含む、 エストバキア西部を統率。そこで、エメリア政府はこのルーフが進めていた復興支援政策を援助する形で凍結していた援助政策の再開を決定。エストバキアへの物資等の支援を開始した。しかしルーフは、エメリアからの支援をもとに次第に敵対する勢力の排除を始めた。特にルーフの支配に対して反対の姿勢を示していた都市。 グレジーナにおいては、ルーフによる弾圧によりおよそ20万人が死亡するという未曾有の大惨事を引き起こした。2010年に、エメリア政府はルーフへの支援を打ち切ったが、すでにその時には、この弾圧がきっかけとなった、ルーフと核軍閥間での内戦が発生しており、6年もの間続くこととなった。それゆえ、エメリアのルーフに対する復興支援政策は、 無計画な支援と呼ばれ、エストバキアとの間に大きな溝を作ってしまった。2020年6月30日に、オーシアが主催するベルカ、戦争終結25周年記念式典に参加した。ゲーズ氏2020年7月10日号の表紙を飾った、レッドミル空軍基地でのエレファントウォークの写真では、エメリアエストバキア戦争で活躍した、ガルーダ隊の機体が、 他国のエース機と並び、2機の F-15E が更新している。また、写真の左側には5機の F-2 が並んでいる。エメリア軍は陸海空からなる軍種を保有している。また、統合参謀本部が存在する。軍との詳細な関係は不明だが、諜報活動を行う国家治安諜報部が存在する。 エースコンバット6において日本語と英語の対訳が一致せず、日本語では2種の組織があるにもかかわらず、英語では両者ともに同じ表記が使われるなど、不明瞭な点がある。陸軍で名前が判明している部隊は、戦車部隊のアーロック大隊、スティールガンナーズ隊、ドラゴンバスターズ隊、クオックス機構大隊、シルバートタウンに牢上していたガビアル隊、グリズリー隊、 バラクーダ隊、グレースメリア解放戦においてはアロック、代替支援部隊として登場する、リゲル戦車隊などの戦闘部隊、通信部隊のシェルパ隊、特殊部隊のレオニード隊が登場する。海軍の規模は不明だが、名前の分かっている艦は海戦後にエストバキアの包囲を突破し、ケセド島にまで逃れてきた第二艦隊機関で、グレースメリア解放戦でも、機関となった、ジュニオ艦。 マリーゴールドと、駆逐艦、ネバーランド、宝天使や、グリーンベル、ホワイトファングの存在が確認されている。また、プレイヤーの両隊として登場する、海軍航空隊のアバランチ隊や、第三艦隊所属のヘリ部隊である、イエロージャケット隊が残存している。また、ルキャック部隊及び、揚陸艦の存在が確認されている。 空軍部隊も規模は大きく、F-15E を主力とする、ガルーダ隊以外にも、両隊となる、ウィンドホバー隊、スカイキッド隊、爆撃機部隊のハンマーヘッド隊、A、A-10 をカルスティング霊隊の存在が確認されている。エメリア空軍では、エストバキア空軍が F-4E の運用を続けているのに対し、F-16C やミラージュ2000から5などの K、 戦闘機を主に運用しているのも特徴である。また、F、A-18F も陸上機として運用されている。他に、A ワックスとして登場する E-767、ゴーストアイよび同型機で、電子支援機、スネークピットの存在が確認できる。また、最初のミッションのムービーで、サーベラス隊という部隊が、基地管制官のセリフで確認できるが、 その後のサーベラス隊の動向は不明。また、ミッション11において、スネークピットのセリフから、ナスカ隊の存在も確認されている。なお、同盟のゲーム、スカイキッドに由来する、TAC ネームを持つスカイキッド隊のように、各隊はそれぞれある共通の由来を持った、TAC ネームのパイロットが両機として登場する。ありがとうございます。